配信って何？激甘メールだったでしょ。どうみんなメール好き？みんな好きでさ、ああいうの。何事かと思うよね。元気出た？今度からはよりリアル感を出すために、こういう、これはそういうメールですみたいな文もなくす。ママから電話が出てる。でもさ、写真つけたらリアル感なくならない？でもさ、相談があるんだけど、女性も見てくれてると思うから、呼び捨ててもいい？あのメールの時だけ、あの土佐弁彼女風メールの時だけ呼び捨てでいい？本当？オッケー、じゃあそうするね。じゃあみんな自分の本名とかにしときなよ。そしたら余計キュンキュンする。ごじっちゃんは何、ありがとう。あったかそうでしょ、服。メールを取ってなくて話についていけない方へ説明すると、今日さやすきのメールで土佐弁で彼女風メールみたいなのを初めて送ってみたのね。みんな好評だったから、明日から毎日一通どっかのタイミングでそのメールが来ると思っててください。もう一個考えてるのが、メールで午前中までに誕生日のラッキーアイテムかラッキーカラーを愛が適当に書いて占いするのどう？めっちゃ根拠のない適当なラッキーアイテムを私が書くの。やってる子多いの占い。毎日やったら絶対適当になっちゃうけど。まあ送る分には嫌だとかないでしょ。今日はお弁当3つ食べたかいけど、今日めっちゃ食欲が。誕生月でやる予定。そう、今はやっぱ彼女風メールと占いと
あと五七五。その日の気持ちを五七五で送ります。占いできるの適当。あと毎月18日誕生日の日になんかしたいなって思ってる。メール機で何か面白いことしたいんだけど、何かみんなアイディアない？うん、考えた。うん、メールでも、うん、メールじゃなくメールは考えたから、なんか普通にメールだけじゃなくて、朝ごはん配信？なんでそれ。食べるめっちゃ早くない？めっちゃお腹空いてるの。何にしようかな。なんかなんかないかな。リスちゃんの朝ごはん、うん、楽しそうだねそれ。朝ごはんをみんなの前で作るとか。毎日はね厳しいかもだけどね。リッセンと朝ごはんってこと。でも朝って見れる人と見れない人限られてきそうだよね。みんなだるまさんとかお星さんとかカウントとかありがとうございます。でも日線と朝ごはんやりたいね。明日何時からか言ってない。どうしようかな明日ね。朝はいけるんだけど、朝と夜がいけるから、朝がどうしようかな。何時からだと起きれるかな私。イルミ感動動画あれか。妹といっぱい動画撮るわ。じゃあ明日7時にする。頑張る。いけるかな。ハンダとハンダゴテを使っていいね。あ、じゃあ回路組もうよ配信で。なんかキット買いに行こうかな明日。うん、ハンダゴテが、うわ、置いてきちゃった。うーん、泣かした。ハンダゴテっていくらぐらいで売ってるっけ。うわ、愛用のやつ置いてきちゃった。うん、つらい。思い出した今。2000ぐらい高い。
まあいいか、買うしかねえ。うん、サンコロタさん、クマジュー、ありがとうございます。ごめんね、ありがとう。大丈夫なるの？怖そう、やばそう。7時から7時半だったらどっちが五分五分だったよね、確か投票でやったら。明後日ぐらいにじゃあ回録も配信しようかな。7時、あ、そうか、間を取って7時15とか言ってたよね。朝5時とかさ、どうなの？あといろんな企画楽しもう。今回のショールームイベントの目的は楽しむだからな。なぜこっち余裕なの？私が余裕じゃないわ。まあやりたいことばーって言っていくと、ハンダゴテで何かの回路作るでしょ。あとは発掘配信もまたやりたい。発掘配信やりたいのと、そう、化石掘りだ。エフェクター、今エフェクターじゃなくてアンプ作りたいんだよね。アンプのキット買ってこよう。ギター、ベースアンプ、ベアン作りたいな。パンダゴテ買ってきて、明日、明後日ぐらいかな、するな。明後日ぐらいに回路作るでしょ。で、あとは何が発掘配信したいでしょ。あとは何かな、なんか昔なんかやったことないことに挑戦したいんだよね。あとお料理配信はしたい。プログラミング、いや私さ全然覚えてないの本当に。でめっちゃできないけど、超覚えてなくて絶対手こずるけど、 HTML でサイトをその場で作ってそれを見てもらうとか、どう、みんなに。でもそこのセキュリティ設定とかできるかな、できない気がするな、まあ、様子見で。それはできたらやるって感じで。そう、そこは様子見で。ホームページ作成配信面白くない？いろいろできないよ私、ノースペックだから。あとダンス配信もしたい、お歌配信もしたいし、あとは何かな、やっぱそういうサイト系もやってみたいし、回路も作りたいし、発掘もしたいし、歌もしたい、ダンスもしたい、お料理配信したい。あと何が楽しい、みんな見てて。何の作るなら、何だろう、楽しみですね私。あ、待って、編み物をさやりたいの。
なんかね、今まで私が絶対に手を出したことのないことがしたくて、編み物したことないんだよね。一人演技、え、ちょっと待って、それも考えてたんだよ。編み物できない、まずできないことを考えたくて今。夜中日のたままさん、くまじゅうさん、ありがとうございます。ありがとう。激辛チャレンジいいね、面白そう。それアーク溶接は無理だよ。機材機材、アンプ自作キット2000、高っ。4000ぐらいするじゃん、ハンドコットとかったら。仕方ないが、ちょ書いとこう。そう、あのね、一人で脚本書いて一人芝居やってやろうかなと思って。でその脚本もみんなと相談しながら書きたい、やりたいの。脚本からみんなで考えてアドバイスもらって、脚本からまあ割と手には持っちゃうけど、ある程度覚えてから芝居配信。面白くない？時間足りないかな。そう、クイポンさん、くまじゅうさん、ありがとうございます。あと歌でしょ、ダンスでしょ、あと何かな。激辛面白そうだね。私辛いものめっちゃ苦手なので面白いと思います多分。激辛配信と、だってね、だらだら私が喋ってるやつ見てても多分面白くないから。なんだごてでキット作る、あとは何かな、何ができるかな。私激甘、あ、料理、そう料理配信忘れてた。料理でしょ、あとは発掘、発掘配信でしょ、あと何があるかな。メイク配信はね、需要ないと思うんだよね。辛いもの食べて吐き出す、ワンチャンあるわ。振り付け教室、じゃあ私がお尻を連れてみんな画面の前から見る。今出てるのが一人芝居、脚本からみんなで作ってお芝居、お歌、ダンス、激辛配信、ハンダゴテ、料理配信、発掘配信、漫画の朗読、それ著作権がやばいでしょ。ファッションショーみんな見たい？サイト作成はね自信がないわ。頑張ればやれるけど。ガンプラか、私めっちゃ不器用なんだよね。サイト見たいの、何が見たいってコメントしてくれた。私な、今めっちゃ何自分がやったか分かんなかった。お魚おしめのサイレント配信、え、面白そう。それいいね、ありがとうございます。え、みんなメイク見たいの？私のメイク見たいの？みんなサイレント配信面白そうだね。お洋服？ファッションショーはいいよ、楽しそう。あ、結構ファッションショー。歌？歌か。じゃあショールームソング作っちゃう？私のあんまりできないアコギを披露しながら最後らへんにショールーム記念一曲作るか。で私ね、13、14がねちょっとね予定がもともと入ってて、で全くできないわけじゃないんだけど、そう、まあできたらね。私ね別にコードとかはちょいちょい弾けるけど別にわかんないからさ、その歌が、歌を作れるほどギターができないから、まあ、これは参考までにね。なんか今すぐ歌えそう、ショールームソング。ポエム配信すごい種類になる。詩はみんなでいいね、みんなで紡ぎ上げていく。リスンアリプロデュース公演するならメンバー公演が結構、あ
でもこの間の善悪で瀬戸り披露したからな、同じ感じになっちゃうかも。いやでも割とねいい案が出ましたよ。そんなに期間もないのでこれぐらいでちょっと足りるんじゃないかなと思っちゃいますね。これぐらいで案は揃ったのではないでしょうか。お便り、あ、ラジオ配信したいんだよね。なんかタグとかで作ってみんなそこにお悩み相談、お悩み相談は絶対したい。お、もう曲とかも決めて台本とかも作ってちゃんとラジオしたい。そう、あとモノマネをね練習する、個人的にもモノマネをやりたくて、モノマネを練習する時間を取りたい。いい？そう、最近やってなくてさ。よいしょ。私割とね多分耳が結構良くて割とできるかもしれないんだよね、頑張れば。誰のできるの？今はねストックがすごい少ない。エイトメンバーとかのものまでできないんだよね私。なんでだろう。中島美嘉さんのモノマネと浅野温子さんをモノマネするミラクルヒカルさんのモノマネしかできない今。今2個しかない私ストック。やばい、しかもめっちゃやったことあるし番組で。また足しびれた、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 痛い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 。モモのモノマネ、モモのモノマネしちゃおうか。ありがとうございます。待って待って、声は似てないで。あ、内容ね。え、可愛いですか？え、うん、そんなことないです。あ、何々さん、くま、ありがとうございます。あ、そうですね、はい、そうですね、ダンスとかはやってました。歌はそんなに上手じゃないんですけど、でも歌うことは好きですみたいな感じじゃない？めっちゃこんな感じじゃなかった？めっちゃ笑ってたんだけど私見て。語尾上がるっけ？じゃああれさ。ダンスは習ってたんですけど、歌はそんなに得意じゃないです。はい。そうですね。はい。お魚が好きです。あ、全然。LINE 来た今、ももから。ショールームの真似 したろ、しゅうろって来たかやけど、今 LINE が。監視されよったわ、ももに。監視されよった。もも元気？帰ってくるの待ちよって。はーい、やって。明日会おう。うん、明日会おうね。タンプレ買わないかん。タンプレ買わないかん。でもタンプレ何がいいって聞いてもさ、全然さ具体的なやつ教えてくれんけさ、迷うからね。どうしようかな。いろいろお金がかかるね本当に。48ジーコンの子いるようでついてた。ありがとう、嬉しい。発掘して出たら石宝石あげるわ。レッスンシューズお揃い、いいね、センスあるねそれ。私も今ねないんだよねレッスンシューズ。いいねそれ。ももちゃんの身を背景にして動画、あれはねママ
人の前でモノマネやったで、だいぶだいぶやった、もうすでに。最近一緒にゆきさん、ママのモノマネいいよ。あんた早起きや、ほんまにいつまで寝るが、ほんまいい年して早起きやって言うな。はい、電話のまで OK、 もう妹からアドバイスが、あんたアイリン、ママ早起きやって言うな、いつまでそんなこと手伝いや、あんた、はい、もしもし、あ、妹からのリクエストでした妹からのリクエストをお送りしました。パパのモノマネ、アイちゃんほんまに可愛かったで。パパ何も特徴ないな。ママのキャラが濃い気をマジでマジキャラ濃い、前のママさ、三角チョコパイ買っちゃったからね、食べます、ママに。そう信じたくないな。いや、あの実践姉妹を押したらいいことがあるんですよ。何だと思いますか？あの私と妹は顔の系統もあんま一緒じゃないし、性格も真反対なんですよ。だから姉妹で押すと全部堪能できちゃうみたいなね、割とオールないろんな範囲で。だってロリで若くて可愛いでしょ。でも私はちょっと大人の色気があるから、まあ私は大人の色気があるから、やっぱその可愛いも、まあ、セクシーも両方味わえるというか、そうですね、そうですね、やっぱそこがあのいいポイントと言いますか、そうですね、やっぱあとうちわが1個でいいとか、2人をしてるはずなのにうちわが1個でいいとか、そうですね、やっぱ若いからちょっと二十歳のセクシーまで両方味わえちゃうから、やっぱりそういうとこはいいなって思うというか、まあ、姉妹っていうのでもちょっとやっぱ特別な感じがあると思うし、はい、そう、リスンチワが1枚です。妹にも紫と緑って言っとけって言っとくね。嘘だけど、あ、声似てるよね。うん、姉妹推し楽しいと思うよ。声が似てるわって、めっちゃ割と、いや声もほんまに日中がで、あのショールームはあのぶっちゅうだけやけど、まあそのうちわかるわ。いやか、ぶってないで、待って、怒られる、待って、違う、そういう意味はないが、緊張しちゅう、
緊張しちゅうが緊張しちゅうき緊張しちゅうけどほんまに声も似ちゅう。声似ちゅうめっちゃ。電話口とかどっちって言われた。おいおいおいって言われた。ごめん違う緊張しちゅう。そうおとなしい。でもおとうん愛理みたいに変態じゃないよ。変態じゃないめっちゃ、まあ、変態じゃない。まともやしなめっちゃ。あとめっちゃいい子。稀に見るめっちゃ性格のいい女の子やなほんまに。稀に見るな。どっちが頭いいやって。うん AKB にはいないそうなの分からんけど真面目めちゃめちゃ。そうめっちゃ真面目だよね。愛がいい遺伝子残しちゃったがって優しい気。あ優しい気よ。良好な遺伝子をなるべくお母さんの体内に残しちゃったがって。妹のことを考慮して。そうやっぱ大好き。まあ優しい気さんだいぶ残しちゃった。本当はもうちょっと持っていきたかったかやけどやっぱそう桃のこと考えるとそう自己犠牲ね。うんそうね。そう妹に全部持っていかれた系じゃない持っていかせてあげた系ね。そこ大事。そう持っていかれたんじゃないの持っていかせてあげたの。大事です。ここ大事なポイントです。怒られるなこれ後で。食べてる音聞こえる。ごめんね。うん、やばい。見てやばくない？ほくろ。おいしいもん。うんふん。今日マジでさお腹空いてお弁当3つ食べたくないよってマジで。それにポテト L サイズに三角チョコパイってやばくない？明日から頑張ってダイエットするわ。
ミッツーそうじゃないで、レイちゃんがミッツー。芋フライメールいい？なんかやっぱカナダ風メールって写真付きの方がいい人、写真なしがいい人教えて。じゃあ他のメールにたくさん写真つけて、そっか、よりメール感出すためにない方がいいかと思ってた。 OK、 ありね。まあ、ママもショールーム始めたら姉妹配信もめっちゃするろうけ、楽しみにしちゃってよみんな。あれ写真送るとき複数送りがちよな、1枚ずつ送った方がいいかもやけど。リズムさん、クマジュウさん、ありがとうございます。のイベント期間中無理、何がナチュラルメイク、あー割と落ち着くかも今メイク。もーちゃんから暴露話いっぱいあると思うで、めっちゃ。明日絶対起きれんけすっぴんやわ。ねえ、イベント期間中の姉妹配信も良かったろうね、絶対モモの可愛さで順位が爆上がりしちゃったかも。行っちゃった。ね、配信予定か、明日どうなるか分かんないんだよな。って感じ。どうしようかな、次の日の予定をあれするの難しいね。パソコンつかなかったし。でも朝は7時からやる、7時から7時半、7時から7時半です。ジャッキーちゃん、くまじゅうありがとうございます。明日は7時から7時半です。明日絶対起きる、30分です。朝配信そんなにしない、だってめっちゃ朝弱いもん。あい、明日の朝何しようかな。じゃあリッセンと朝ごはんする。まあご飯買ってないんだけど、7時から7時半ね。
捨て星6時15分。いやでもみんなそんな頑張んなくていいよ。多分18位とかだし、無理して体調崩す方がきついから、そのたくさんする配信内容を楽しみにしてくれてたらいいよ。そう、無理はしないで。愛理ちゃんの少人数のファンが、少人数なのに無理しちゃったら愛理ちゃんも辛いからね。まあ、今回はショールームイベントに参加するっていう気持ちと、とりあえず企画を誰よりも濃いものにします。なんかせっかくやるんだったら楽しみたいし、みんなもより楽しんでくれることをしたいき、そう、そう、なんか私はなんかあんまりショールームとかも毎日できないようなタイプだし、なんか怠け者だし、なんか毎日アイドルとかやってるメンバーすごいなーって思ってるだけで、そう、星集めてきた人にね、おっと思ってね見てもらえるチャンスだし、そう、今ショールームイベントやってることでみんなが興味がショールームに向いているということじゃないですか。すなわち今みんなショールームを夢中なんですよ。だから星集めに来て、おっと思って、うえーい、おー、早速早速ということで、それに乗っかってファンを一人でも増やしちゃおう。この1週間で一人でも増えたら私の勝ちです。でも頑張る、うん、できるだけ頑張ろう。そう、チャンスをつかもう。絶対増える？ありがとう。やばい、可愛くなったよね。カフェイベもある。カフェイベの練習めっちゃしないと。あのな、カフェイベマジ濃いんだよ。やる曲が多すぎて超やる、いろんな曲。マジね、一番だけで切っちゃう曲とかもいっぱいあって、だからもういっぱいいろんな曲歌えるように一番で切っちゃうから、大体の曲は。AKB 楽曲はあんまり歌わないようにするんだ。今日からファンになって。本当？本当かな。カフェイビー T シャツはカフェイビーの後に必ず作るらしいですよ。うん、フルでやる曲もあるけど、フルじゃない曲もたくさんある。ピッピッピン、カフェイベ配信、私がやるのが AKB48 さん以外の曲だから、そこ私がその歌を歌ってる時は配信できないんだよな。星投げカウント、ありがとう。 T シャツどんな、まだ決めてない。そう、だから一応動画を撮って残しとくけど、それが公開できるかどうかもちょっと分かんないから、でもどうしても一つしたいのがあるから、ちょっとそこはあれです、交渉で。みんなから送られてきた曲、うん、割と自分の好みでやっちゃってるかも、ごめんね。ねえ、セトリまだ完成してないの。今ねやろうと思ったんだけど、パソコンのね充電が切れ中だよね。充電、え、撮影可能できないよね、絶対無理だね。
You can't stop the beat 心の奥聞こえてくる音楽とリズムがあれば No は止められない You can't stop the beatAKビンゴで見た、そう出てたよ最後の方ビンゴさん。英語の発音難しいな。私も車でめっちゃ歌ってたらママに笑われたもん、ごまかしすぎって。初見さん多い、そうかな。こんなにたくさんギフトしてもらってるのに不思議だね、すごいねみんな。映画イベント、え嬉しい、ありがとう、初めてだよ、ありがとう。アイリちゃん、はい、そしなげさん週ガニョです、ありがとうございます、ありがとう。ギフト投げなくていいよ、あ、まあ、こんなこと言っちゃうからダメなんだ私。奥本さんがいつもお世話になって、なんか部屋来てって言ったのに来てくれないんですけど、ショック。君の瞳に恋してる、今日ねライブやないのな、メイクさんがね来てくれて、あの AKB の方のあのあれ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 メイクさんに来てくれてたの、嬉しくない？めっちゃ仲良くなってるからさ、めっちゃ幸せだった。ライブエアラインに一瞬戻った気分になった。星投げカウントの要請は常にしましょう。お、じゃあ星投げとカウントお願いします。ラブアラインロスは全然治ってないよ。来年の握手会でお会いしましょう。オッケー待ってる。おお、ザッキーちゃんクマシューたくさんありがとう、ごめんね、ありがとう。無理しなくていいよみんな、ほんと楽しもう、楽しもう、シンプルに、マジシンプルに楽しもう。あんまこういうこと言っちゃあれだから、あんまりもう言わないようにするけど、楽しもう。そう、カウントだけとか星とか投げてくれたら嬉しい。あとコメント、みんなで楽しい配信を作るためにじゃんじゃんコメントしてくれ。リズム様ありがとうございます。名前珍しいやろ。 You are very beautiful, thank you。 あちこち行ったととか1週半だけど星投げしました、ありがとう。来年会うこと忘れないでください。 OK、 じゃんコメしちゃって。もう私ねファンの方にねこうやっていろいろやってもらうと涙腺がやばくなっちゃうんだよね。涙腺がいかんない、いやだ、いかん、ダメだね。
ダメだ、ちょっと待って、このモードに入っちゃダメだ。落ち着け、落ち着け、終わり。そう、ギフト投げすぎたら投票しちゃうからね、ほんと。はぁ、あ。楽しもうだからね。マックの紙じゃないですから、ティッシュですから。残念でした、残念でした、ティッシュでした。残念でした。いいで。え、瀬戸利ってさ、当日まで知りたくない？カフェイベの。やっぱりさ、サプライズがいいの？サプライズがいいの？みんな。もうペラペラペラ男だからめっちゃ喋っちゃりたくなっ、喋っちゃくなっ、めっちゃやばい滑舌が。でもさ、48楽曲以外の歌を歌うからさ、え、知らない知らないってなる可能性もあるよね。予習したい人もいれば知りたくない人もいるよね、難しいね。でも今8曲決まってて、35分、1時間のうち35分間歌うことにしてるんだけど、そのうち20分と50秒は決まってる。でもあと10分ちょいが、10分ちょいまだ決まってなくて、でも20分50秒で8曲分だから、フルが洋楽を3曲歌うんですけど、それはフル、シーズンズ、シーズン、シーズンズオブラブ、いい歌だよね、泣いちゃう、聞いただけで。洋楽は歌詞を覚えれない問題も発生しそう。やばいな、早くやっとかんと、絶対歌詞覚えれんわ。やばいやばいやばい。最悪見ながら歌わでも他の歌は割と覚えてるやつなんだよね。だからちょっと私が割と歌詞が入ってる曲にしたいなって思ってる。クロノスタシス、クロノスタシスは今んとこ入ってないでも洋楽のギブユアハートブレイクはグリーだったらデュエットするのね、男女で。でみんなとデュエットしたいんだ。だから覚えれそうな人だけ覚えてきてくれたら一緒に歌える。で私もあのグリーだったらレイチェルさんが歌う方ところしか覚えていかないから、そのフィンさんが、フィンっていう役柄ね、フィンさんが歌う部分パートをみんなに歌ってほしいの。他のアイドルの曲は今んとこ入ってないね。でもやろうと思ってる。あれやりたいな、天の尺、スマイレージさんの。ブロディさん、あ、そうそう、ブロディ、あ、そうだ、フィンじゃないわ、フィンさんじゃないわ、ブロディさんのやつだ。そう、あれハロプロさんのボーノの曲か、スマイレージさんの曲、ボーノさんか、ハロ、あれやりたい。
エビ中さんもめっちゃファンだったからな。あれが好き。誘惑したいや、歌いたい。歌おう、決めた。マジで好き。なんかね、エビ中さんで私は誘惑したいやが一番好きなのよ。私がエビ中さんのファンやってたのは、あの中学生の時なんだけど、懐かしいな本当。誘惑したい、ワクワクしたい。初恋サイダーいいよね。歌おうかな。全部歌詞入ってるし。でも天の尺の方がいいな。バタフライエフェクトさん好き。お、スキャンダルさんのツアー行くのいいな。スキャンダルさんも歌いたいな。ビタチョコとか声とか、声もぶち上がりそうだね。私もボーノさん好きだったよ。守護キャラが好きで、心の卵とかめっちゃ好きだった。まだスキャンダルさん入れてなかった。ロッタラロッタラロッタラ、今日の僕たちが。守護キャラめっちゃモモと見てたんだよ。どんなになってしまえば気分しまう。モモチさん私も好きだった。好き、普通好き。鈴木愛理さんも好き。ハートサングラスでも歌うか。ハートサングラス、お仕事だから申し込みで。やっぱ平日だもんね、大変だ。更新っていつやればいいの？全然知らないんだけど。1時間ってあとどれぐらい？あと30秒後？もうちょっとじゃん。じゃあ今ランキング読むね。13位タッツさん、ありがとうございます。12位リオツンさん、ありがとうございます。11位グレッキーさん、ありがとうございます。10位キシケンアットシンベイさん、ありがとうございます。9位ザッキーちゃんさん、ありがとうございます。8位大粒ちゃんさん、ありがとうございます。7位ドサンコレオタさん、ありがとうございます。6位浦川みのりあとよこちゃんおっさん、ありがとうございます。5位橋本さん、ありがとうございます。4位ライリステンさん、ありがとうございます。3位10年プリウさん、ありがとうございます。2位中村さん、ありがとうございます。1位クリポンさん、ありがとうございます。パチ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 、オッケー。じゃあ更新していい？更新するね。じゃあ一回切ります。またすぐやります。バイバイ、またやります。バイビー。やっほー、リップ塗ろう。
た、唇荒れてるめっちゃ。アバブイ、今日も可愛い、ありがとう。こんばんは。じゃあこの幕は私が適当に楽しむためにカラオケ配信をしたいと思います。ですがあまり歌える曲が増えてないので、いつもと同じ曲を歌います。すごい、一気に458だって。幸せだね。どこだっけ、変えるの、やばい、ここが。レディセンさん、クマジュさん、ありがとうございます。おつぼちゃんさん、ありがとうございます。クリモンさんもありがとうございます。ごめんね。あ、聞こえないんだけど。あ、再生ボタン押してなかった。ありがとうございます。どこか生意気で愛想などなかった。なぜ紹介されたら普通に笑顔で挨拶するだろう。こっちの方を見ないまま本に目を落として、聞こえないふりしてた。前でどこがキスしてた。こんな裏切られるものなのか。ファーストインプレッション、オセロが変わるように負けたよ。世界の誰よりも今君にゾッコンゾッコン一番しか歌えないと思う。カリンリンにのこなきすがしたい。私をおしめんて言うならばキスくらいはしてもいいでしょう。ちなみに福留美穂ちゃんとは何回もキスした。10回くらいはしたよね。10回以上したララララララ。ついでにバストたくさん触らせてくれた。よし。開ければ
降り注ぐ夏の太陽、目の前に広がる真っ青な海、背中から抱きついた君さ、恋は神様の気まぐれ、顔を近づけて、あいつの口づけ、なぜだか甘くて冷たくて、胸の奥のどこかがキュンとした、あいつの口づけ、ちょぴりブドウの味がした、凍った果実を食べていた、あなたはアイリーを愛すのに。アプリが落ちました。正直に言うとアプリが落ちました。アプリ落ちる、ううん、バンじゃないから、アプリが落ちただけだから。え、アプリってさ、アプリが落ちるがってさ、バンなが？アプリがめっちゃ落ちたがやけど、2回ぐらい目痛い。カラオケのとこ押したら落ちるがやけど。かりんちゃん、今日愛のまま話したが嬉しい。まだ落ちるかな。ショールームが重いがやな、今めっちゃみんながいろいろいる勇気ちゃうかな。目が痛い今。目が痛い。懐かしい歌歌おう。コンタクトの携帯、バキに見てたあなたのこと大好きすぎて、もし近寄ったら夢中になる、わかっていたから、偶然街でばったり会って立ち話して、携帯アドレス交換した運命の罠、会いたい会えない、わかんなくなってた。手を破ってもいい、全然いきなり風が吹き抜け、炎が広がるように、私の全てを燃やし尽くして、空っぽになる、ハートの鼓を焦がして、体が熱く感じる、あなたなしではもう生きてゆけない、愛の炎上路線。
しいな。でも歌いたかったなと。本当これゆくりさんというの夢です。一瞬コンタクト外してきていいよ、ありがとう。ういっちょ、ういっちょ。
しい。ただいま、おかえり。アプリ落ちっせん。歌うのは楽しいよね。あんま声出さないようにしてるからないかも。ユリフさんよりすまんね。こんなに苦しい思い生まれてから初めてだ。愛が静かに狂わせる。心の空に雲がかかって月が見えなくなった。どれだけ待てば暗闇の中に光さすのだろう。心の腕らしいの鳥羽を広げながらその真実疑うように重たくのしかかってあの夢に流されてしまう。誰のことを一番目に愛してるのか教えて。まなざしできたのにまぶた閉じて逃げようとしてる。そう私は何でだって分かっているから。知りたいのあなたは私の全て。独り占めするためには誰も殺せばいいのだろう。なんかいちいち歌うたび感情移入しちゃうのよな。あ、なんかこのタイミングで言うのおかしいんだけど、明日は7時から7時半と11時半から12時は確定。その1時間は確定です。
リスさんに初コメありがとう。21時以降は絶対にできるので、11時半から20 22時は絶対と、朝の7時から7時半も絶対。11時半っての夜ね、夜深夜の夜ね。待って、11時半からさ12時をやるとすれば、その手前の配信は何時にやればいいの？2時間前だから9時半？9時半10時でやればいい？9時から30分か。なるほど。明日はまあめっちゃ汚いけど、とりあえずこれは確定。あとの1時間半どうしよう。いつやろう。昼やっても誰も見えないよね。後でちゃんと書きます。朝でも朝にでも。5時？ 5 時はね無理かもなんだよな。待ってね、9時、8時半、19時半。でも19時はできるな多分。ちょっとこれはめっちゃ曖昧だけど、どうなるか分かんないからここ曖昧。1時間半、2時間、でもあと1時間できるのか。だって昼はさ、あ、そっか、昼が、でも昼はね、あ、待って、考えて、いけるわ昼、多分いける。でも15分になる可能性もあるな。それか朝起きちゃうか。まあでもこの絶望的な順位は多分どうにもできないから、私の今の。てかもうそれはね、割と最初から分かってたことなんだよね。だから朝早起きさせるとかするとかは避けたいということで、どうだこれは。ここが15分になる可能性もあるし、ここがワンチャンわかんない。明日はこんな感じかな。見えた？オケピー。そう、12時からのとこがワンチャン15分になるのと、19時からは多分できるけど分かんない可能性がある。あとでツイッターに綺麗に書いて載せます。参加するからにはちゃんとやろう。参加するって言ったんだから逃げない。今の自分を知る。
朝配信するよ7時から。でも本気出しても本気でやるようだから3時間やるって、私にしたら割と本気なんだけど、その勝てる勝負と勝てない勝負はあるので、人生でも逃げてばっかりじゃ嫌だから自覚しないと、自分がまだまだなのか、こんなね全然まだまだなのに女優になりたいとか言ってる時点でアホだからね、マジで。ティッタティッタティン、逃げないよアリちゃん、逃げない。ご利益のためにこれを歌おうか。過ぎて君は無邪気に青空に手をかざし、何を見てたのか、プライベートサマー。知ってるラグビー場をスタンドの端に腰をかけてた。終わったものは試合だけか、どこかでホイッスル鳴ったようで、ずっと友達ならばよかったのに、愛はその距離感が微妙。わかんない。いつの間にか季節は巡り、僕たちは思い出に迷い込んだ。プライベートサマー。ちょっと来たんだ、ごめん。ごめんなさい。ご利益とか言ってたのに。あんまちゃんと覚えてなかった。歌割りしか覚えないんだよな。あ、来た。はい。ここにしてる。ここに座ってもいいのか。うん、そこに座ったら見えない。見えない。うん、見えない。待って、待って。待つ。ちょっと待って。確認する。ちゃんと歌い終わったタイミングで入ってきて。偉い。え、待って、ちょっと待って。あー、見えるわ。うん、ここに座った方がいい。何してるの？見学しとくね。うん、しといて。はい。何してるの？配信してるの。えらいね。18。そういうのもね、やるんだよね。やるよね。何を？ショールームイベント。そうでございます。そう。星とカウントしに。今か。そっか。今なの。そうそう。今日からなんだよ。あれちょっとね。まああのあれ。ツイッターでのやったことかな。あれ。大丈夫。配信してるよ。いいいい、全然。長いね、どうだったっけあれやんの。うん、
こうか。いいいい、大丈夫大丈夫。同い年？同い年？同い年だよ。のんのんと？うん。だいぶ違うわ。何？そう。52戦完了しました、ありがとう。18日のカフェイベントはショールーム配信は、私ね48楽曲以外の歌歌うんだよね。だからそこのパートはできないけど、それ以外はできたらいいなとは思ってるけど、レイちゃんの部はすると思う。そう、そんな感じです。あと10分で終わるんだ。オッケー。そう、当選したらいいね。めっちゃ衣装買ったんだよ、レイちゃんと。2人はどんな関係かだって。どんな関係、私たち違うでしょ。いやーでも、もう今日割とさ結構長3時間はいかなかったけど、割と配信したんじゃない？ 2 時間はした？ 2 時間してない？濃厚な関係ではないんだよね。私たちはね結構なんかね一緒にいるんだけど、ラブラブはしないよね。なんかそういう感じじゃないよね。なんだろうね。2時間はしてるよね。えらいえらい、全然えらい。でもさ、なんかこのイベントをやることによってさ、露骨に自分のさあれが分かっちゃうくない？逆にさ参加しなかったらさ分かんないじゃん、その人が何位になるかとかさ分かんないじゃん。で分かっちゃうっていうのはね怖いんだよね。いや、もう参加することに意味があるよね。そうだよね。よし、参加することに意味があるからね。トゥ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 、何を見てたのかプライベート様。最後一曲だって。なんか一緒に歌おう。炎上路線もう歌っちゃった。歌っちゃって、なんか歌おうよ。やっちゃって、なんかイヤホンじゃないと歌えないんだよね。やっちゃって。最後に一曲47歌う。歌っちゃって。歌って最後にふさわしい曲何かあるかな。じゃあパーって見て歌える曲歌うね。やっちゃって。ウォウォウ、何がいいかな。桜の花びら、それは終わった。もう歌ったわ今日。今日じゃねえ、今日か。うん、これだ。今日の曲をお送りします。今日から1週間イベントをお願いいたします。ここのところ見かけなかったから心配したよ。誰よりも明るかった君の笑顔を思い出して、遠い街に引っ越しした聞かされた最後にさよならくらいは言わせて欲しかったよ。君がバイクに乗って風の中をどこへ向かって走る
ことが何としたいのかね。ベンチに座りずっと僕の歌を聴いてくれたね。 Yes 忘れないよあの出会いを。12月のことなのに昨日のように覚えてしまうんだ。時は早足だね。12月じゃん今。すごく急いでランキングを見ていきたいと思います。はい、13位チャイニアさんありがとうございます。12位サンスキ ATM さんありがとうございます。11位チサちゃんありがとうございます。10位フミさんありがとうございます。9位シンダロアットチーム B 兼任お願いします。おーおーぜひぜひありがとうございます。8位ドサンコレオタさんありがとうございます。7位ひろゆきさんありがとうございます。6位おつぶちゃんさんありがとうございます。5位夜中ひなたまもろさんおはようございます。プリズンさんありがとうございます。3位充電プレイさんありがとうございます。2位クリモンさんありがとうございます。1位ライリンさんありがとうございました。よく言えた、よかった言えた。明日は私が頑張る、うん、起きるんだ。私は起きる、そう起きる、うん、そう起きるんです。起きると思うんです。でも起きる、うん、起きる、うん、うん、起きるんです。はいはい、来ます。7時です。明日の配信スケジュールはインスタのストーリーじゃ良くない？ツイッターの方がいい？ストーリーじゃダメ？奥本さんなるべく早く寝かせてください。だって了解、任せて。ツイッター、ツイッターいいねどんどん減ってっちゃうから怖いんだけど。